写真拡大。広島7の8、ヤクルト15日、マツダスタジアム。広島レグナルトの2軍降格が決定した。この日は3番手で登板したが、廣岡にツーランを浴びるなど、1回13を投げ、4安打3失点と散々だった。笹岡投手コーチは、ストライクゾーンで勝負できていない。2軍に落とすよ。もう1回、下でやってもらうと再調整を行いました。